3, 2, 1, 0。9月27日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。6月27日、今日は日照権の日だそうです。ところで日照って何だっけ？人生のこと？それは一生。わかった。僕時々愚かな言動で笑われます。それは失笑。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え即用、志の問い合わせ、ご注文が増えてます。常温保存の効く法事ギフトはお任せください。海鮮丼、青み山椒仕上げ、しびれる青み山椒の佃煮が海鮮丼の旨味を引き立てます。まさに暑い夏向け。ビール飲みすぎ注意。お抹茶の寝言むっちゃ迷惑。起きろとか言って人を起こしといて自分は寝てる。